はい、そして今私が歩いてきましたここのメインストリートをですね、ここを今度は左に曲がってあっちへ行きます。こうするとまた道が続いてるわけですね。こちらは焼きとうもろこしですね。はい、こちらは台湾臭豆腐になります。結構匂いがしてますが僕は全然平気です。皆さんはどうでしょう。はい、そしてここはフルーツジュース屋さんですね。クランベリー売ってます。ステーキの串焼き炙ってますね。はい、そしてお寺の前までやってきました。はい、この辺がですね、一番あの人が多くあのごった返してる場所になります。そしてこちらがですね、ネギの肉巻きになります。最初は串で刺して焼くんですけど、出てくるときはこういう風に分かれて出てきます。そしてこれ1つにつき4つ60元になります。辛いのと辛くないのを選べます。早速いただきます。はい、いただきます。中の用心、つまようじ気をつけてください。うん、ネギシャキシャキでね、そこにあの肉が包まれてるので。はい、そしてここはですね、シリの中にあるお寺になります。ちょっと時間が空いたりとかですね、夜市ちょっとちらっと寄ってみたいという方は行ってみてください。あのまず自分の名前とですね、どこから来たかを言います。そしてあの願い事をですね、あの唱えましょう。お、人が増えてきました。ここですね、あのここからどんどん奥へと進んでいきます。これはですね、ムーコアニオナイって言うので、パパイヤミルクですね。はい、そしてここは2つ目のおすすめのお店、胡椒餅屋さんになります。すごいですね。はい、そしてここですね、あの早速焼きたてを買ってきました。ここですね、5種類の味がありまして、普通の豚肉、牛肉から、キムチ豚肉と、あとはチーズの豚肉、牛肉がそれぞれあります。いただきます。パリパリ、ホクホク、美味しい。以上、ナルワント TV でした。よろしければ高評価、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また他の動画でお会いしましょう。またねー。